カレンさんこんにちは、カンディスヨーで、皆さん黒化の対策どうしてますでしょうか。まあ、この頃の強みは何かっていうと、エアモードがめちゃめちゃ早いであったり、 SS 打ったら花形の空中型ギミックっていうのを出して、それを相手を追跡してですね、ノックバックすることができるんで、それで得点することもできたり、それに当たったら相手は2秒間打球が遅くなるんで、まあ、普通の球とか SS とか全ての球が永遠と遅くなるっていう結構恐ろしい能力を持っていたり、黒き翼が発動してる時は返球地点にノックバックとダメージを与える空中型ギミックまで設置するということで、なかなか厄介なキャラとなっているんですけども、今の説明を聞いていただいたら分かる通り、この子が出すギミックっていうのは空中型ギミックなんですよ。なので空中型ギミック向こうのキャラでいけばいいんですけど、その代表格としては MVP シャルロットがいるんです。ただ僕はそんな強いキャラは持ってないので、それ以外のキャラを今紹介したいなと思います。そのキャラが誰かっていうところ、シェリルなんですけど、まあ、この子はですね、 SS を打つことによって、まあ、初め空中じゃなくて地面型ギミック向こうがつくんですけども、レベル 1SS を使うことによって空中と地面を切り替えることができるんで、それで空中向こうをつけて、まあ、一切効かない状態でこっちはスペシャルバン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 打っていくっていうキャラになっております。ということで今から試合を見ていってください。どうぞ。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目見ていきたいなと思います。これは先ほど戦ったやつなんでね、まだあのタワーが始まったばっかりなんで、そこまでレートは高くないんですけど、まあ2100いってるんで、まあ少なくとも前回のタワー2300いった人なんじゃないかなって感じで戦っていきたいなと思うんですけど、まあ僕自身も黒が持ってるんでね、ちょっとその対策キャラを出すっていうのはどうなんかってところあるかもしれないんですけど、今回はまあみんなのためにですね、シェリルを紹介したいなと思います。まあシェリルがめっちゃ有利っていうわけでは正直ないんですけども、割と互角には戦えるかなっていうのが僕のまあ結構戦ってきた中での印象ですね。まあ、先ほども言った通りですね、このシェリルっていうのは空中向こうをつけることができるんで、まあ、それでですね、相手の球が全然効かないであったりだとか、あとまあ普通にスペシャルが結構得点力あって、相手が打ち上げたりとかロブ打ってくれたら、こっちはゼウスラケットを持ってるんで、それでいればギミック作ってそこに速いスペシャルとかぶち込むっていうのも強かったりはするんやけど、黒川に対してスマッシュを5回も打てるかって言われたら、そこは微妙な点だと思うので、そこはきついかなと思います。まあそこは頑張ってください。で今ちょっとねギミックめっちゃ効いてるかなと思うんやけど、 S1 をすぐ打つことによって、ほら見て、こんなちょっとのメモリで空中向こうにできる、これ結構良くないですか。でまあこのねグラスコートにおいてはですね、空中型ギミックか地面型ギミック、このどちらかしかないパターンがほとんどなんですよ。なのでもうほとんどのキャラこの子でいきます。ツユハもなんか S1 に20秒間かけてくるのうざいと思うねんけど、あれは空中型ギミック向こうつけとったら効かないですし、カルロスで来られたとしても地面型ギミック向こうつければまああの S1 に効かないという感じになるので、それも結構優秀ですし、今 MVP 牽制のあの地面型ギミックも怖くないで、シェリルは SS 打ったらカウンター風にかけることができるから、より対策にもなる。でしかもこの子は MVP シャルロットとも結構互角の戦いをすることができます。有利ってわけではないけど、割と戦っていくことができるんで、もし全然勝てないっていう方であれば、このシェリルでね戦うのを結構意識していただけたらなと思います。前にですね、それのあの対戦動画みたいなね、10分間ずっとラリーしてる試合がありますので、よかったらそちらを参考にしてやっていただけたらなと思います。多分そこでコツ言うてましたわ。でまあ今これね両方とも出されてる状態なんです。これがめちゃめちゃ強い。あのカルロスのギミックって確か40秒30秒どっちか忘れたんやけど、ずーっとね特殊状態解除のねやつがうろちょろしてるわけですよ。それと黒化のギミックどっちもあると、空中地面どちらも向こうつけないと結構積んでしまうんですけど、解除されるよりかはこのツンツンの方がまだマシやと思うので、僕は地面型ギミック向こうで戦っていただいた方がいいんじゃないかなと思います。であのギミックがなくなったりとか、なんか避けれそうな感じやなと思ってきたら、まあ、空中型ギミックに切り替えるみたいなのをしていただけたらなと思うのと、あともう一つ注意してほしいのが、このシェリルっていうのはですね SS SS 打った瞬間は地面型ギミックが絶対つくんですよ。はじめこうやって SS 打って空中型ギミック向こうつけていたとしても、 SS 打った地面型ギミック向こうにまた切り替わってしまうので、また S1 を打つ必要があるっていうのだけはあの覚えておいていただけたらなと思います。ちょっとこの試合僕下手くそすぎてほんまに申し訳ないんですけど、2戦目はですねもっと高レートで結構あの普通に戦いとった試合があったかなと思いますので、まあ、ぜひねそちらを見ていただけたらなと思うんですけども、まああの空中向こうがついていれば今のバーってやつも効かないですし、ちょちょいも効かないんで、ノクバ失点なし、あの球が遅くなるっていうのもないので、そこまで問題ないんじゃないかなと思います。でまああのラケットは俺ゼウスラケットも出してるんやけど、正直ゼウスラケットがあんま活躍する機会っていうのが最近ないのであれではあるんやけど、まあ、シェリルって直線系の球じゃないですか。なのでロブレンされてしまう可能性が非常に高いんですね。 SS も直線なんで、なのでまあそれの対策としてゼウスラケットを持たせることによって、ロブレンであの積むことをなくすことができるっていうのはいい点かなと思うんやけど、相手もロブレンしとったら得点できんからどうなんて感じはするけど、そうなってしまうとね試合が15分とか意味わからんぐらいの長さになってしまう可能性があるので、僕はゼウスラケットの方がいいんじゃないかなと思っております。まあ持ってない人とか、まあ別に
あんまりギミック活用できひんねやったらやめとくかとか思ってる方に関しては、まあカンナス可能ラケットイリバンギミック作るであったりとか、まあヘリオで SS での得点力を上げてもいいんかなって感じはするけど、まあヘリオはそんな強くない気がしますね。やっぱ SE 字で頻繁にね空中地面向こう切り替えるんで、その時に SS 使っちゃうわけですよ。なのでその時にヘリオ使ってしまうとすごいもったいない感じがしてね、切り替えれなくて失点したりとか、まあ無駄にヘリを使ってしまうみたいなパターンがあったりするので、ヘリオはやっぱおすすめではないんやけど、まあその辺のイリバンギミック系のやつが強いんじゃないかなとは正直思います。あとはまあアカルチアラケットですよね。まああれはまあそんな強くないかもせえへんけど、まあスペシャルでめっちゃ速かったら相手後ろ下がりたいじゃないですか。その時に前の方にボヨーンってできたらまあ割と得点はできるかなと思うので、まあそれもなしではないかなとは思うんですけども、まあ俺はゼウスラケットにまあ普通に3ポイント取るまで製造化でアップか2ポイントぐらい製造化でアップがいいんじゃないかなと思います。やっぱまあスマッシュそんな打てないからスマジュとかはそんなかなって感じで、靴に関しては普通にスピードタイプのスイングエリアが広がるやつに確かね結構体力枯れてしまうとうざいなと僕は思った印象があるので、靴のスロットスキル3に 50% の確率で受けるダメージマイナス 75% っていうやつをつけて、まあその体力枯れるっていうことは防いでるっていう感じですね。多分1試合目の時枯れとったと思うんだけど、靴がちょっと違うかったような気がします。でまあ黒があって、まあ、定期的で速いねまっすぐバーン飛んでくるやつが10秒おきに飛ばせるようにはなるんで、そこも注意するのと、あと相手がバースト発動したら10秒間エアモードし放題の状態にもなったりはするんで、まあ、そこもね注意して戦う必要があったりはするんですけども、まあその目安というか味方に関してはこのまっすぐのやつを打った後にですね、相手の上に今青い砂時計マークあるじゃないですか。これ途中から赤色に変わったりもするんですけど、とりあえずこの砂時計マークが出ていたらまっすぐの速いのは飛んでこないので、そこはちょっと安心してくれたらなと思います。ただ相手がバースト発動したら10秒間まっすぐではなくてこのね飛燕ロブのやつが打ち放題の状態になるので、まあそこもちょっと注意しながら戦ってくれたらなと思うんですけど、まあ曲がり方は相手が左手側、まあこの子の場合フォアなんでちょっとややこしいんですけど、左手側で打った時は最終的に右側に曲がってきて、右手側で打った時は最終的に左側に飛んでくるというか曲がってくる感じになっているので、一回遠回りしてくる感じなんですよ飛燕でね。だからまあその特性を理解してたら結構取りやすくはあると思うので、まあ真ん中ら辺で構える必要はあるかなと思うんですけども、まあそれを意識してやっていただけたらなと思います。でまあ10秒これ移動し放題の状態っていうのは、まあこの羽が生えてるかどうかで確認してくれたらなと思うんですけど、まあそれが終わった瞬間はまっすぐの速いやつが飛んでくる可能性あるので、次はまあ割と後ろ目に構えるであったりとか、相手の成績飛燕だったりするので、それもちょっと意識する必要とかはあったりはするんですけども、まあその辺を意識していただくと、まあ割と勝つことができるんじゃないかなと思うので、ぜひとも練習していただけたらなと思います。でまあ初めにも言った通りですね、このシェリルっていうのは黒がだけじゃなくてほとんどのグラスのキャラに対して戦っていけるっていうのが強みになってるので、まあ最後にねこちらの試合を見てですね終わりたいなと思うんですけども、この試合は MVP 牽制とあとイオリがおった感じになってるのかな。まあ主にこの MVP 牽制と戦ってる映像になっていたかなと思うんですけども、まあMVP 牽制ってこのエピゴンテロス持ってることがほとんどだと思うんです。まあこれが持ってる状態でかつリーダーモードになられてしまうと SS 強制発動になってしまうんですよ。それは嫌なんでこれで頑張って打ち上げてください。まあ打ち上げのコツとしてはこれスピンで構えてスインゲレちょっと外ぐらい こんな感じね、ちょっと外ぐらいで返すみたいなのを意識していただくと、このエピゴンテロスの8秒間っていうのを耐えることができるかなと思うんやけど、相手がもう一回 GS 打ってきてさらに8秒間とかやってきたら地獄やっていうのと、相手がエグスマ打ってきた時とかやったらどうしようもなかったりするんで、そこはちょっと難点ではあったりするかなと思うんですけど、まあなんとか耐えることができて、まあこの試合は SS を打てましたと。なんか体の周りなんかなんて言うんですかね、青と白のなんか交互みたいなやつが出てるんです、解散打たれた時ね。だからまあそれがなくなった瞬間に SS 打っちゃってください。でこのね剣聖の場合は空中型ギミックでラケット落とししてくるんで、まあ空中型ギミック向こう S1 回打つことによって張って、まあそっからまあスペシャルとか、あスペシャルしかないねこれまっすぐのスペシャルとか、まあロブのスペシャルとかでいい感じに決めていただくと、でまああんまりスペシャルバンバン打つよりかは、まあ普通になんか耐えてたまに早いスペシャルバーンみたいな感じで緩急つけた方が決まる時もあるし、バンバン打った方が決まる相手とかもおったりするので、それは臨機応変に対応してくれたらなと思うんやけど、まあそれやってたらどんどん分かってくると思うので、そこは頑張っていただけたらなと思います。でまあほらさっき言ってたやつですね、シェリルはまっすぐ系の弾やからロブレンで対策してくる人がおるんやけど、ゼウスラケットを持っとったら、まあこうやってもし相手がロブ打ってきたとしたら、まあこうやってねイリバンギミック生成することができるんで優秀やし、まあ相手がね普通のスピンしか打ってこなかったらネット前からめちゃくちゃ速いスピンを打ち込んでいって、まあ相手はどうしようもないっていう状態を作ることができるんで強いんじゃないかなと思います。ということでぜひ使ってね。バイバイ。